第26回全日本空手道選手権大会、来年秋に開催される第6回世界大会の代表選手選考会を兼ね、また故大山益達総裁の追悼大会として開かれた今大会、会場は初日から超満員の観客であふれかえった。世界の空手の趨勢とまで言われてまいりました。その素晴らしい偉業をたたえ、またご冥福を心からお祈りするために、ここで皆様とご一緒に黙祷を捧げたいと存じます。どうぞよろしくご協力のほどをお願い申し上げます。それでは黙祷。私たちが憧れて師と仰いだ大山益達は本年4月26日他界いたしましたが、その魂は私ども大山文化が正しく受け継ぎ、極真空手を未来永劫のものとすべく、今後は皆で力を合わせて努力精進していく所存でございます。大会宣言、ただいまより第26回オープントーナメント全日本空手道選手権大会の開催をここに宣言いたします。先生、我々選手一同は武道空手選手にのっとり、正々堂々戦うことを誓います。平成6年10月29日選手代表和見はじめ。よし、今新たなる時を迎えた極真空手、どうぞ今日は真剣勝負の醍醐味を十分にご堪能いただこうと思います。東京城南支部の強豪小井康和対するは大阪南支部のホープ堀池典久だ。試合開始早々、小井は堀池の鋭い攻撃に戸惑いの表情を見せる。堀池はスピーディーな技で小井のウィークポイントをつく。堀池が徐々に小井を押し始める。広島支部の山根誠二は第6回全日本ウエイト制大会軽量級優勝の実績を持つ。対する小野克行は香川支部の新鋭として94年の全四国大会を優勝した期待の新人だ。黒沢は昨年の全日本大会において反則の顔面殴打を浴び、不完全燃焼のまま大会を終えていた。心の中にくすぶるエネルギーを黒沢は今大会にぶつけた。第2回全関東大会優勝の鈴木邦弘。今大会なぜか鈴木は得意の接近戦の攻撃を仕掛けない。突きと下段蹴りを武器にしたオーソドックススタイルで高尾に立ち向かう。激しい突きの応酬、試合は一進一退のまま時間が経過する。ファイター瀬戸口正明を相手に岐阜支部のテクニシャン杉原健一は自分の組み手が見出せない。技は瀬戸口に確実にヒットするのだが、瀬戸口の突進力の前に全ての技がかき消される。最後の試合ご覧いただきましたように、ゼッケン120。強豪をひしめく東京城西支部の中において、実力筆頭の選手といえるのが田村義弘だ。優勝の2文字を胸に、田村は体重の乗った重い突きを相手に叩き込む。総本部期待の新人入沢軍。入沢は巨体から繰り出す滑らかな蹴りを武器に、神奈川湘南支部の勝俣誠を果敢に攻める。一発の反撃すらできない勝俣、入沢は面白いように技を決めていく。東京城西支部の市村直樹、破壊力抜群の攻撃で長野支部の生田義之をまるで寄せつけない。まさに師増田明譲りのダイナミックな組み手だ。市村は生田を一蹴する。強豪小井康一を破り波に乗る堀池は、第5回世界大会の代表メンバーである阿部清文に立ち向かう。ベテランを相手に何ら臆することなく積極的に攻める堀池。堀池のスピードが阿部を翻弄する。堀池の闘志が阿部の力を抑え込む。東京城南支部の山木健二。山木は第21回全日本大会において圧倒的なパワーを武器に優勝した実力者だ。対するは福島南支部の井戸川康則。井戸川は山木の怒涛の攻撃の前に満足な反撃さえできない。リズミカルなフットワークを得意とする東京城西支部の青木秀則。対するは千葉南支部のベテラン高橋守だ。攻撃において決定打のない高橋。青木のフットワークが次第に高橋の攻撃を封じ込める。全日本大会2年連続3位の実績を持つ岡本徹。岡本はセンスあふれるフットワークで岐阜支部の2位の弘樹を崩す。足さばきには定評のある2位のだが、岡本の前ではなすすべがない。聖堂会館出身の玉江順三。玉江は思いつきを得意とするハードパンチャーだ。しかし岩崎は貫禄の組手で玉江を一蹴する。第11回全日本ウエイト制大会軽量級を制した神奈川湘南支部の谷川浩。谷川は軽快なフットワークを武器に総本部の黒岩聡との体格差をカバーする。2連覇の期待がかかる東京城南支部の和美はじめ。和美は流水のような体さばきの空手でニュージーランドのポールクリアを迎え撃つ。対するポールは外国人選手特有のワイルドな組み手で和美に挑む。しかし和美はそんなポールの攻撃を冷静に抑え込む。手回転胴回し蹴りを外し、正確に下段抜き、これを決めた場合、タイミングによっては技ありを取ります。選手は気合いを入れて、しっかり拳にいって叩いてください。はい、よし、はい、お互いに、はい。パワーファイター同士の対戦である。田村は力強い突きで入澤のボディをえぐる。対する入澤はしなやかな下段蹴りを田村の足に叩き込む。力と力がぶつかり合い、どちらも決して引こうとはしない。体格で勝る田村が徐々に下がり始めた。入澤の急所をつく下段蹴りがここへ来てダメージとなったのだ。田村は反撃の手数が少なくなっていく。ヒットアンドウェイを得意とする東京城南支部の川原直樹。縦横無尽に動く川原の組手が今大会大きく変わった。突きの名手として知られる野上を相手に真正面から打ち合う。後半、川原のパワフルな動きが野上を上回る。市村の破壊力抜群の攻撃が第11回全日本ウエイト制大会重量級の覇者新保聡を翻弄する。速射砲のように襲いかかる市村の攻撃に新保は勝利への突破口を見つけることができない。濃い阿部と名のある選手を下し波に乗る堀池。その堀池の前に歴戦の勇士三宅宏之が立ちはだかる。三宅はベテランらしい落ち着いた組手で堀池に対する。時間を経るごとに三宅のスピードが堀池を凌駕する。この試合、山木の破壊力あふれる空手が炸裂した。パワーファイターとして知られる東京城西支部の上原敦に対し、山木は力の組手で圧倒する。試合は山木の一人舞台となった。青木は愛知支部の富平達文に痛恨の技ありを取られる。必死の反撃を試みる青木。しかし富平は堅い防御で青木の攻撃をしのぐ。虚しく過ぎる時間を前に青木は焦りの色が隠せなくなる。ガッツあふれる組手で第11回全日本ウエイト制大会4位の実績を持つ東京城南支部の新鋭塚本典親。対するは第5回世界大会の代表メンバー加藤武弘である。塚本はリーチを生かした鋭い膝蹴りを武器に加藤の出鼻をくじく。沖縄支部長の七戸康弘。支部長と選手の二足のわらじを履きながらも大会では常に上位をキープする実力者の一人だ。七戸は若い小野と試合序盤から激しい打ち合いを繰り広げる。月の威力には定評のある七戸。七戸の攻撃が若い小野を抑え込む。ベテラン小笠原和彦を下した鹿児島支部の木山仁。木山は軽快なコンビネーション攻撃を得意とする。しかし岩崎の強靭な肉体は木山の攻撃を寄せつけない。力リラックスして谷川は黒沢の下段蹴りを徹底的に殺す戦術に出た。接近した間合いから左右に動く谷川、黒沢は下段蹴りの焦点が定まらない。谷川のフットワークはとどまることを知らない。躍動感あふれる谷川のステップワークが黒沢のパワーを完全に封印した。89番の谷川選手は68キロ、そしてゼッケン96番の黒沢選手89キロでございます。従いましてこの試合は10キロ差以上がございます。ゼッケン89番の谷川選手が勝者となります。ファイティングマシーン黒沢宏樹、今年も3回戦で痛恨の涙を飲んだ。計算違いだったことを一つだけ挙げてくれないですか。打たれそうだったですね。打たれそう。総本部躍進の鍵を握る男、杉村太一郎。対するは東京城西支部の新鋭、池田義則だ。池田は巨漢の杉村を相手に果敢な攻撃で立ち向かう。しかし杉村は自分の組み手を崩さない。時折見せる鋭角的な膝蹴りで池田を一蹴する。川原はいつにも増して積極的に前に出る。4回戦を突破すれば世界大会の切符を手に入れることができる。川原は世界への夢を拳にかけた。田村戦のダメージを引きずる入澤に対し、川原は渾身の攻撃を仕掛ける。川原直樹、世界大会第一の切符を手に入れる。城西支部の新鋭市村の攻撃に対し、三宅は試合序盤から防戦一方となる。技らしい技で反撃することができない三宅。市村は三宅のウィークポイントに的確な下段蹴りを叩き込む。三宅の表情に悲壮感が漂う。山木の攻撃は試合を重ねるたびに殺傷力を増してきた。鬼人のごとき形相で攻める山木。山木のパワーの前に富平はサンドバッグと化した。若干20歳の新人塚本典親が世界大会4枚目のチケットを手に入れる。57番の塚本選手の優勢勝ちでございます。七戸選手の、この全日本の、夢またも飛ぶ数ですが、しかし素晴らしい戦いを見せてくれました七戸選手にどうぞ激励の拍手を、ねぎらいの拍手をお寄せいただきたいと思います。大山マスタス総裁が送り出した最後の内弟子の一人、ニコラス・ペタス。ニコラスは長いリーチを生かし、鋭い蹴りで岡本に立ち向かう。果たして岡本のフットワークを殺すことができるか。試し割り判定となります。試し割りの枚数、ゼッケン65番の岡本選手21枚、73番ニコラス選手試し割り枚数21枚、ともに21枚で同数でございます。従いましてこの試合審議の結果、最終の延長戦をもう一度行う。岡本、ニコラスともに決定打のないまま試合は異例の延長3回目までもつれ込む。しかしハイレベルなテクニックを有する両者だけに一発の大技に期待がかかる。観客の視線は最後まで2人に釘付けになった。番岡本選手優勢勝ちです。すごい試合となりました。二村選手にもどうぞ拍手をしていただきたいと思います。谷川はフットワークだけでなく無類の打たれ強さを持つ選手であり、岩崎の攻撃を全身に浴びながら谷川の動きは一切止まることを知らない。第2回全関東大会において体重判定で谷川に惜敗を喫した岩崎。ずるずると谷川のペースに引き込まれる岩崎は突破口が見出せない。81番の岩崎選手、98キロ、98キロ、ゼッケン89番の谷川選手、68キロ、68キロ、従いまして、10キロ以上の差がございます。ゼッケン89番の谷川選手が勝者となります。東京城西支部の阿鼻子浩二が大阪北支部の和田勝を相手に果敢に前に出る。恵まれた体格を生かし鋭い膝蹴りを繰り出す阿鼻子。これまで隙のない堅実な組み手をしてきた和田も阿鼻子の攻撃には歯が立たない。左折ればいいよ。総本部のニューリーダーとして是が非でも世界大会の切符を手に入れたい杉村。しかしそんなプレッシャーからか杉村の動きが心なし固い。一美は相変わらず安定した足さばきで計算通りに下段蹴りを杉村に叩き込む。世界大会最後のチケットは一美はじめが手に入れた。市村がラッシュを仕掛ける。市村の叩き込むような攻撃は川原を徐々に追い詰めていく。塚本は七戸戦において左肋骨を折っていた。腹に巻かれた包帯が痛々しい塚本。しかし山木はそんな塚本に容赦のない攻撃を加える。必死の反撃を試みる塚本に対し山木は攻撃の手を一向に休めない。フットワーク主体の谷川が岡本の攻撃につかまった。フットワークの技術で谷川を一歩上回る岡本は谷川の動きを的確に読み切った。この試合、阿鼻子の動きが明らかに硬い。それに対し一美は落ち着いた組み手で阿鼻子を追い詰める。体格で勝る山木、技の威力では引けを取らない市村、2人の戦いは力と技のぶつかり合いとなる。勝つのは力の山木か、それとも技の市村か。観客は両者の一挙手一投足に注目した。矢巻が底知れぬパワーを発揮する。市村の攻撃を全身に浴びながら、それでも矢巻は前へと進む。昨年の全日本大会に引き続き、両者は2度目の対戦となった。積極的に前に出る岡本。しかし岡本の体はすでに幾多のダメージによって蝕まれていた。ゼッケン33番山木健二。 128番和美はじめ。この戦いで日本のエースが決定する。果たしてそれはパワーの山木か、それともさばきの具現者和美か。異様な緊張感が会場を包む中、両雄は渾身の力で相まみえる。弱い30を迎えた山木に若武者和美の動きを上回った。紆余曲折ながらここまでたどり着いた山木は自らの空手人生の全てをこの試合にぶつけた。はなりませんでした。力道山選手、第91回全日本大会以来の2度目の優勝を果たしました。共に同門で、先輩後輩の間から出場をした素晴らしい決勝戦でございました。優勝は山木健二、そして強豪選手が次々と消えていく中、山木健二を筆頭に8名の世界代表が決定した。ベテラン山木の優勝とはいえ、本大会で極真空手の世代交代は確実に進んだと言えるだろう。極真空手は世界大会を前にまた新たな局面に突入した。まさに戦乱の実践空手界。選ばれし極真戦士よ、天の大山総裁が君たちを見守っている。世界大会最強の極真旋風を巻き起こすのだ。1回戦もきつかったですけど、まあなんとか優勝できました。でまあ相手が風見さんやったんですけど、その辺はどうですか？強かったですね。まあ先輩の意地でなんとか勝ったって感じで、次は世界大会、そうですね、来年は絶対それの目標にできたらいただきます。優勝できるように頑張ります。